ございます。6月17日土曜日11時半、比嘉弥生の一人じゃないよ、パーソナリティの弥生です。毎週土曜日11時半から30分間お送りしています。どうぞよろしくお願いいたします。この番組ではいつも頑張ってきたあなたへ、いつも一人で頑張ってるあなたへ、心がちょっと温かくなる、心がちょっとほっとする、くすっと笑える、そんなお話をしていければなと思っています。そしてこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp、 ファックスは 098-934-8653 934-8653。リクエストやご質問、ご相談ありましたらお気軽にメッセージください。また FM コザではツイキャスト、ユーストリームで映像と音声を配信しています。 FM コザのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。はい、ということでですね、6月第3週目、比嘉弥生の一人じゃないよ始まりました。よろしくお願いいたします。はい、今月ねゲストさん続きなんですよね。ということで早速ご紹介しようかなと思うんですけど、今日は福岡ご出身でね、今沖縄在住という精神科医、なんだろう、魂科医のおすなりさんが来てくれてます。ありがとうございます。よろしくお願いします。おすなりさんね、自分もね会った、まだ2回目ですよね。そう、1回目よ ね。しかも1回は福岡で会って、そう、沖縄では初めてね。あー緊張するで、ほんで、ほんと、あんま喋ったこともね、そうね、ほとんどないね。まあ、Facebook とかブログでねちょっとやり取りをさせてもらってたんですけど、急遽ね今日ゲストで来ていただけることになったので、自分もね、おすなりさんが今なんか何をされてるのかとかね、どういう人なのかとか全然わからないので、ね、ラジオの中でね聞いていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、早速コメントが来てるのでご紹介いたします。ミスターさん、弥生さん見てるよ、ありがとうございます。ルドルフ2006弟子さん、はいさい、こんにちは、弥生さん、ゲストさん、今日も楽しく、はい、いきますてんてんてんなど楽しくやっていきます。じゃあね、はい、早速聞いていこうかなと思うんですけど、はい、おすなりさんはどういう方何をざっくりすぎる、何をされてる方なんですか。まあ、お医者さんで、精神科医なんですけど、今は実はね仕事としては、ある医療法人の職員さんのカウンセラーっていう仕事をやってるんですよね。あ、職員さんのカウンセラー。そうそうそう。あ、そうなんだ。うん、あ、じゃあ精神科医としてではなくの診療は今はやってないんですよね。あ、すごい、知らなかった、ね。それも今初めて。あ、そうなんだね。うん、でね、なんかおすなりさんを知ったのがね、自分のブログにちょこちょこねコメントをくれて、はいはいはい、講演会のね、ね、そうそう、去年主催した講演会のことでコメントをくれてて、で去年初めてね福岡の心屋淳之介さんのね、ビートレでお会いしたんですけど、はい、そのいろいろ聞きたいことはいっぱいあるんだけど、はい、なんだろう、心屋さんを知ったきっかけとかは何ですか。まあですね、去年の5月に、うんうん、去年の5月、淳之介さんのポッドキャストが始まったんですよね。ほうほう。でそれを聞いてみたんです。そうなんだ、それからなんだ。そう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 。ほう。まあ、ね、正確に言うと、その前から一応名前だけは知ってて、で僕、まあ、精神科医だけど、その心理療法とかカウンセリングとかも自分で勉強してたから、へ、それでまあ同業者だと思って、で本を実は見たことがあって、でもね、その最初に見た時はいやこんなの無理だろうってちょっと思ってすぐ本を置いたんですよね。でもその後そのたまたまポッドキャストいろいろ聞いてて、そしたらその淳之介さんのポッドキャスト僕は5月始まって、でちょっと本聞いてやるかなぐらい上から見せるの。そうそうそう、聞いてやるかなと思って聞いたら、すごいハマって、それからなんですよね。あ、そうなんだ。じゃあポッドキャストから入ったんだ。そうそうそう。なんか知らなかった。そうなんですよ。どうでした聞いて。ね、最初の方2回目かな、1回目の回に、実は私すごいんですっていう魔法の言葉を猿之助さんがそのパーソナリティの方に言わせるっていうのがあって、でそれをちょっと聞きながら言ってみたら、自分でもそうそうそう、あれと思ってやばい、これ思ってるかもと思って、
って、うんうん、そこからそう、あこれなんだろうへーそうなんだ知らなかったそうねはなんかもっと前からこの本とかいろいろそのなんだろう心屋さんが心屋塾がやってるその初級いろんなねセミナーがあるんだけどそこにとか行ってたのかなと思ってああ全然もう名前だけしか知らないそうなんだはあ面白いねだから1年ぐらいねだからそうだねちょうど1年ぐらいですよねはあ、すごいねさっきねジンさんってすごいよねって話をしててね、そうそしたらおすなえさんがねそう悔しいって話をしてたんだけど何が悔しいのあ悔しいっていうかまあ、うんうん、そうねあの陣之助さんはすごく、うん、もう自分の本音で生きて、うん、でそれをこう表現するっていうのを、うん、まあ皆さんにね伝えてると思うんですよね、うんうんうん、でしかもそれを自分でちゃんと、うん、ちゃんとって言ったらおかしいけど自分でもそれをやって、うん、でそれを表現することでこう生きてらっしゃるように見えるから、うんうん、なんかそういう風にできてる、うん、それがすごく、うん、羨ましいじゃないかっこいいかっこいいなとそうそうおいいなさすがいやいやそうそう、ね、かっこいいですよね。かっこいいですよね。そう、なんか自分もそこがかっこよくて、なんだろうな、なんだろう自分のなんかダメな部分とかかっこ悪い部分も出しながら、うん、そうそう、なんか本当になんかブログとか本で書いてることをそのままなんかジンさんがね、そうそうそう、生きてる、体現してる、そうそう、そう、そこがなんかやっぱすごいかっこいいし、だから余計に入ってくるし、うん、なんか自分もだからやってみようっていう勇気に変わるなって思うのでね、うんうん、そう、それを体現することで。うん、それ自体が表現になってるっていう感じが、ああいう風になりたいなと思って、なるほどね、その憧れが、まあ、悔しさとしても多分感じられるんだ。じゃあいつかコンベンションでね、そうそう、おすなりさんの講演会が開かれるかもしれない。じいさんゲストで、あ、いいね、おお、じゃあこんなとこで言っていいかじゃあそれを主催する方にしよう。あら、あら、ありがとうございます。すごい楽しみですね、はい、でもおすなりさん福岡在住なんですよね。出身が、ね、出身なんですよね、うん、で沖縄にはなんで、もともとは、うん、まあ、10年ぐらい前に沖縄に、医者としての研修を受けに来たんですよね。でそれで結局5年間沖縄に住んで、5年沖縄にそのまま、そうそうそう、うん、で一回その精神科医になろうと思って福岡に帰ったんですけど、うん、まあ、その後やっぱり沖縄に住みで、ね、これもね、あの、うん、心屋のせいなんですよ。心屋のせいなんだ。心屋のせいなんですよ。そうなんだ。福岡に家を建てたんです。え、え、ね、え、そしてごめん、ちょっとめっちゃ気になる。去年の3月に家が建ったんです。で、でその後5月にそう心屋にあったでしょ。ほう。でその後8月に、うん、その心屋初級セミナーっていうのに行ったんですよ。ほう。でそこでいろいろ書くじゃないですか。うん、うんうんうん、どうも沖縄に、うん、住みたいかなっていうのを気づいちゃって、うん、でもその時はねセミナー中は住みたいとは書けずに、うん、沖縄にいる時間を長くしたいと。へえ。でももうその時に、あ、僕住みたいんだなって気づいてて、うん、家に帰って、うん、まずいな、住みたいなと思って悶々として、うん、でもうしょうがないと思って奥さんにちょっとやっぱり住みたいんだけど、うん、だから家が建って半年経ってないから、うん、マジですげえ、妻が飛んでしまった。すっごい。で奥さんは、で奥さんは、うん、ちょっと考えるわ、うん、でまあそりゃそうだろうな、まあ、まあだよね、そうそう、建てたばっかりだしね、そうそうそう、でまあ1週間ぐらい考えるかなと思って待ってようと思ったら、うん、次の日の朝に、うん、まあ行くかって、すっごい。だからその時はなんか僕も逆に、え、いいのいいのみたいな、言ったらもう、行きたいって決まってるんでしょ、うん、あ、じゃあそうしましょうか。マジですごい。え、じゃあお家はどうしたんですか。お家はね、結局なんか売るとかずっとだけど、今人にしてる。あ、なるほどね。びっくりしました。すごい。お家建てて2ヶ月後に心屋さんのポッドキャスト聞いて、その後初級セミナー行って、うん、沖縄に行きたいって気づいて、うん、今沖縄にいる。そうね、気づいてからだからまだ10ヶ月かな。わあ、今年ちょっとぐらいでこっちに来たのか。すごい行動。
応早いですね。これは怖いよ。心屋のせい。そう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 。だっつって。うわあ面白い。だそうですよ。そうなんだ。じゃあちょっといろいろね聞きたいこといっぱいあるけど、ちょっと曲をね流そうかなと思って、はい、今日おすなりさんのリクエストで、はい、ザナッチョン、はい、沖縄在住でね、うん、あの心屋さんの、 なんだろう、奇跡のアドバンスコース、うん、マスターコース最後の心屋さんが実際に教えた最後のマスターコースというアドバンスを卒業されたナッチョンって言ってね、ね、1回目の沖縄の心屋人の世話で1回目の沖縄講演会が2年前にあったんですけど、はいはい、ちょうどその時もねゲストとして仁さんとコラボで心が風になるを歌ったんですよ。でもナチョさんの曲も歌ってくれたんだけど、それがもうねすごい心地よくて、うん、なんかねきっと覚えてる人もいっぱいいるかなと思うんですけど、うん、じゃあ今日はそのナチョさんの曲をじゃあ薄内さんから紹介してもらってもいいですか。はい、はい、では、ナチョさんの自由に空を飛ぼう。
はい、ザ・ナッチョンで自由に空を飛ぼうでした。ナッチョンさんね CD も出されてるので、もし気になる方は何で検索したら出るかな、ナッチョン心やで検索したら出るかもしれないですね、はいはいはい、あのブログもあるのでね、よかったらあの検索してみてください。また今度ねナッチョン呼んでこっちでなんか歌ってもらいたい ね、 いいです ね、 ね、 ぜひね、ちょっと後でメッセージを送っとこうあいいな、自分も会いたいな、ね、うん、はい、ということでね、じゃあこの曲中もずっとおそなりさんと喋ってて、今日もねあの朝ねこっちで早めに待ち合わせして、はいはい、おそなりさんちょっと緊張するから早めに打ち合わせしようって言いながら、うんうん、ずっとユンタクしてましたね、はいはい、結局ねそう全然違うと喋ってそうそうそうでなんかね緊張すごい緊張しいって言ってて、そうめちゃくちゃ緊張する、見えないですよね、あ言われるけど、うん、すごい今もすごい緊張してると思う。そうなんだ、まだ抜けちょっと抜けたけど、うん、緊張してると思う多分。もともとそうそうね、うん、そうそう、20歳ぐらいの時に僕ね病気になって、それ対人恐怖症、今は社交不安障害って言うと、ほうほうほう、人と話したり人前に出たりすると、うん、もう本当に頭真っ白になって、へどうしてか分かんなくなって、あそうなんだ、それがまあ僕がその心のこととかに興味をより持つきっかけになったね。へその真っ白になるっていうのは、そのそういうこの知らない人とかと会うとフリーズするみたいな感じ？そうね、フリーズするね、うん、もうバクバクしてもうハカハカしてくるんだ、そうそうハカハカして、真っ白冷たくなって、あ本当に一番きつい時とかは、うん、まあコンビニとか行って、うんうんうん、買い物するでしょ、うんうん、で買い物しようと思って店員さんとかに向かう時とか、うん、わかる、でも、ね、でも近づくのが怖くて、うんうんうん、でなんとか近づいて出して、うん、これ温めますかとか聞かれても、うんうん、なんかね聞こえなくて、あなんか、うんうん、なんか返せないみたいな。なるほどね、そうそんな感じ。あ自分もパニックだったから、はいはいはい、もうレジが怖くて、あ怖いよね、そう、まあ、買い物するまでまだなんかねちょっと頑張れるんだけど、うん、レジに並んでるともう全員がこっち見てる気がして、うんうん、もうなんか過呼吸にしょっちゅうなってて、はいはい、だからその気持ちはなんか分かるなと思って、ね、そうか、うん、じゃあ元病気組だね本当だ ね元病気組そうでも本当にねあの心は知って、うん、もうなんか本当になんかどん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 自分らしくというか、うん、もちろんはかはかもする時もあるんだけどね、うんうん、それを楽しめるようになってきたなってすごい、本当そう、だからそのね、うん、ハカハカするのをずっとその時は責めてたから、あ分かる、またしてしまったとか、うんうんうん、今度はこうしようとか、まあ、そういうのがもうなくなってきたかな、うん、まあね、ちょっと受けるぐらいの、また緊張してるなぐらいになったから、うんうん、だからそこ違いなんだろうなって、ね、うん、本当にそう、なんか自分はもともとなんかそのある治療院に行ってたんだけど、そこでいろんなことを言われるたんびになんか、ね、それを責めてる自分がいて、うん、はいはい、まあ、また自分責めてるよって言われたら、はあ、また責めてるんだ、なんか責めてる自分とか、そうそうそう、なんちゅうの落ち込む自分とか、うん、はかはかね東北弁ドキドキ、まあ、なんかなんだろう、あ東北弁なんだ、あれ東北、そう、そうなん、メグさんっていう方がチムどんどんするって、ね、そうそうそう、チムどんどんする、そう、あメグさんが言ったんだ、そうそう、らしくて、はいはいはい、そういう呪文を全部罰にしてたから、うんうん、もうそれを乗り越えようっていうか、うんうん、それを消せば、ね、そう、うん、いい人間というかね、まともになれると思ってたんだけど、はいはい、なんかね心屋さんにあって、うん、それを消すんじゃなくて、それを丸ごと受け入れて丸にする、うん、すればなんかいいんだなって知って楽になったなって思います。そうそう、うん、だから本当にその自分がネガティブだとかこれじゃダメだって思ってる自分を、うん、もうしょうがないなって諦める、うん、でその諦めきれない自分も諦めるみたいなそういうとこだろうなと思ったよ ね、うん、本当にそれをするだけで自分の中に丸が増えていくだけで、うん、本当に楽になっていくなって思いますね。一番なんかおとなりさんが変わってきたなっていうのはどこら辺、どうやってと、なんかその心得を知ったりとか自分でそのね、うん、私の頃から比べて、はい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 、あまあでも今言ったようなことかな、自分がダメだって思ってる自分に、まあ、今でもね罰する時もあるんだけど、でもそれこそね罰してもいいやっていうことが出てきたりとか、あいいね、確かに、あとはそうね、その理想の自分みたいなのに今の自分をこう合わせようっていうのが減ったかな。はー、
なるほどね、なんか自分はこうじゃないと嫌だとかこういう自分を見せたくないっていうのがずっとあったけど、もうそれはしょうがないやみたいな、うんうんうん、自分はもうこうだから、うん、このままやりたいことをやるってそうだと思うね。すごい、でも本当にやりたいことをやってるもんね。そうね、そうか、早いよすごい、なんか聞いててびっくりした。なんかでもそれを聞いたらまたそれね、こう、うん、勇気もらう人もいっぱいいるんだろうなって思うし ね、うん、すげえ、でもなんか面白い。そうね、本当面白いね。だからね、うん、こうやって生きていくと ね、なんか、うん、今日なんか会って2回目とは思えなかったね。あ、そうね、なかなかこうそうぐらいずっと話してたもんね。そうね、うん、またぜひ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 、そう、自分がね土曜日来れない時はお二人さん出たそう、ピンチヒッターでね、あーね、来るかな、お願いしたいなと思うので、皆さん楽しみにしててください。はい、ということでちょっといい時間になってきたんですけど、ラジオ初めてでした。ラジオね2回目なんですよね。あ、そっか、うん、10年前、そうね、8年ぐらい前かな、沖縄にいた時に。そうそう、沖縄で勤めてた病院が持ってる番組に出させてもらって、うん、おー、じゃあそれ以来なんだ。それ以来でも、その時よりはだいぶ緊張してないような気がする。あ、そうなんだ、うん、でも全然見えないよ。あー、そうだから隠すのもうまいからね。すげえ、うん、あ、じゃあ2回目のラジオどうでした。いや、すごい楽しかった。もうね、八重さんに全部任せたから超安心。そうね、うん、自分もでなんか適当にんだけど、うん、いつもこんな流れなんでね、はい、よかったらまた遊びに来てほしいなって思います。ぜひぜひ。はい、はい、ということで、じゃあ、お、ちょっと早い、まだあるか、3分。じゃあ、あともうちょっとなんか話し足りないこととかありますか、うん、話し足りないこと、なんか、そっか、セミナーとかやってるんですね。あ、今日ね、ありますわ。じゃあそれをじゃあ、ね、うんうん、今日の4時から、うん、読谷の、シーレイクザキミっていうところにある、シーレイクザキミ、シーレイクザキミ、シーレイクザキミにある中行くいってとこで、うん、まあ、心と上手に付き合う方法、ほうほうほう、そんなセミナーを、うん、これはドタさんあり、ドタさんありです。この前もドタさんで、うん、心屋の岩子さん、あ、うん、そうなんだ。そうそうそう、じゃあ読みたんのシーレイクザキミの、うん、ユンタク中行く中行くで4時から4時から。あ、参加費とかは、参加費はね、初回3000円だったんですよ。初回3000円、うん、でドタさんありということなので、はい、来てください。こういう、ね、おすなりさんの話をもっと聞きたいという方はぜひぜひ、これおすなりさんで検索したら出てくる、ブログ。あ、出てくるはず。あ、本当、うん、じゃあおすなりで検索してもらったら情報とか出てくると思うのでね、はい、ぜひ参加してみてください。はい、多分おすなりさんブログにもその情報は載っけてるはず載っけてるはず、はい、うん、了解載っけてるだ、載っけてなかったら後で載っけますらしいのでね、よかったら見てみてください。はい、はい、ということで、なんかやっぱあっという間なので、ゲストさんいるとやっぱね楽しいし、ね、時間もあっという間で、うんうん、またよかったらおすなりさんぜひぜひね、遊びに来てください。待ってます、いつでも待ってますのではい、ということで今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、で、ね、今日ちょっと雨でね、あの AKB 総選挙もなんか中止になっちゃったらしいので ね、うんうん、もう残念ですが、皆さん梅雨明けたけど、明けた、明けたんだね、明けたらしい。あ、そうなんだ。ですよね、明けてから土砂降りですよね。あ、ね、ね、なので毎日 ね、なので皆さん雨の中気をつけて楽しい週末をお過ごしください。では心屋仁之助さんの愛を知る人を聞きながらお別れです。ありがとうございます。また来週、また来週。胸を痛めた思い出たちを抱きしめながら、涙枯れて全てなくして、私は愛を知るのです。人と出会い、人に傷つき、それでも信じて、自分を信じて、許しながら、やがて私は愛する人になるのです。